今回のキャッチコピーにもなってますけど、最高のモニターヘッドホンは最強のゲーミングヘッドホンにこれはなるなと。なめちゃめちゃゲーマーだったんですよ。自粛の3ヶ月間でゲームの封印を解いて、やり始めてゲーミングヘッドホンを買ってみて、使ってみたもの、結構高額なものなんですけど、ゲーミングヘッドホンだからゲーム用に最初は中二病しようと思ってたんですけど、逆に全然その必要ないんだから、いろいろ試してみて。レコーディングエンジニアが使うのを想定して作っているんですね、ゼロワンっていうのは、その音のバランスを突き詰めている。もちろん、これでギター弾いたり歌を取ったりするのも、間違いなく素晴らしいんですけど、なかなか例えばロックバンドとか乗りながら弾いたりしたりだとかっていう時に、もう少し軽量化したもので、フットワークよく使える、どちらかというとゼロワンはコントロールームで使う。はい、で、メインフロアの方でミュージシャンが演奏しながら、そのテンションを高めているために使う道具として、こういうものが、今回ゼロスリーのようなものがもし軽量化して、ミュージシャンが高まって、っていうのがもし作れたら、そのレコーディングという現場では、もうこの2台があれば、すべて完結するよねっていう話は以前からしていたんです。で、まあ、この白モデルが出た最大の理由っていうのは、もう、緊急事態宣言のせいです。もともと、だいたい仕事終わって家に帰って、夜中12時から朝6時ぐらいまで、3年間ぐらいずっとひたすらやってて、ヘッドセットつけて、で、このままやってると、まあ、仕事も家族も崩壊するなっていうところまで、レベルまで。はい。ちょっと、廃人になるレベルまでちょっと行って、まあ、特に僕、最初01でゲームとかやってたんで、それでやるとすごくやっぱり音が、これは僕が戦うための道具で、まず、ただ、ゼロワンでも十分いけるんですけど、2時間、3時間やってくると、ちょっと首が重量的に凝ってくるんで、これゲーマーの皆さんかなり買っていただいてるっていうゲームなんですけど、なんかその辺もちょっとクリアできるようなものを、これ緊急宣言開けて一発目打ち合わせの時に、ちょっとびっくりされるかもしれないけど、ゲーミングヘッドホンを作りたいってことを。ちょっと相談してみようと思って、相談したんですよね。まあ、一番わかりやすい、その、モニターヘッドホンとそのゲーミングの世界の対比を考えたときに、まあ、色分けはしたいなって思いがあって、はい、色分けをするってなったときに、一番シンプルでわかりやすい、黒白、ブラックとホワイトの中で、白が二重構造になってるんですけど、例えばこれを、いろいろな、例えば僕らのイメージの中で、ゲーミングチームだとか、そういう方たちとコラボするときとかに、例えばここにそのチームのデザインを入れて、こういう風にして、見せるみたいなこともできるよね、ということで、そこにやっていくんだったら、ベースはやっぱり白の方が、いろいろなそのチームのロゴカラーに対して、一番美しく見せてあげられるのは白だねってこともあって、もう白黒で、って話になって、ですけど、白の上に、まあ、そのまま白でプリントしちゃうと全く見えなくなりますけど、一つ被せることによって、この影が下に映るので、白に対して白で言っても、ロゴが浮き出る。であればもう、全部白で潔く一番多いんだね、っていう話もあったりして、ここは二重にしたお手柄というか、だからこそ白でいけたね。黒はね、すでにゼロワンを、お持ちのファンの皆さん、そうでない方もですね、今回新しく出るこの黒、白、ニューモデルをですね、ぜひ手に取っていただいて、ゼロワンの DNA を引き継ぐ、ナチュラルバランスはそのままですが、より、音を近く、鮮烈に躍動感を感じれる、よりフレッシュな音を聴けるヘッドホンになっています。そして僕自身も、まあ、ゲーマーなんですが、最高のモニターヘッドホンは、実は最強のゲーミングヘッドホンに
なるんではないかということに僕自身が気づきまして、今回白の方はゲーミングセットになってます。これをですね、音楽を聴くときも、ゲームをするときも、そしてなんならお仕事のときにですね、オンライン会議のときでもですね使っていただけますので、これを持っていればすべてのことがハッピーになるという素晴らしいヘッドホンになってます。ぜひ、藤谷エイベックさんで予約していただいてお買い求めください。よろしくお願いします。もちろんゼロワンをベースにですね、よりいい部分も伸ばしながら、これはゼロ三はゼロ三ですごいいいとこをいっぱい作って、いいものに仕上げたっていう風な実感はありますので、本当に特にヘッドセットはこれからテレワークとかでも本当にナチュラルな声を通せるアイテムとして、会議中とかでもすごいいい使い方ができるなと思ってますので、ぜひ手に取ってご視聴いただければ幸いでございます。